こんにちは、速稼塾の久保です。先日医師の友人が私のところに来ましてですね、ちょっとこう話し込んだんですけども、その中でちょっとだけ面白いエピソードがあったんで紹介します。その友人はですね、外科手術をする機会がありまして、で手術をしていたらしいんですよ。でどうもね、輸血に対してすごくネガティブなことを言われていたご家族の方がいらっしゃったんで、もしかしたらあの宗教かなと思って思い出したことがあったらしいんですよ。なんやかんやで、手術が終わって、大事に至らなかったということで退院したんですね。手術は結構ね、難しかったらしいんで、今までの人生で手術トップ3ぐらい難しくって緊張した手術だったなと、時間も長かったしなとかいうふうに言われてたんですよね。で、手術が終わって、手術室を出て、で、お母さん、お父さんのところに、そのね、方を、手術を受けられた方を、こう、ね、無事終わりましたって報告したらしいんですよ。でそうするとね、ご両親はやっぱ感謝してくださったんですけども、その時がちょっとオチになるんですよね。ああ、どうも、ありがとう神様って言われたらしいんですよ。俺は医師として何をやったんだろうかっていうね。なんかね、手術がうまくいって、大事に至らなかったのは良かった。でも、私の手術を実際やった自分の目の前で神様に感謝されると、ちょっとね、ずっこけちゃったよって言ってましたね。だからやっぱりこう、神様ありがとうって言うんだったら、じゃあ、手術はしなくても良かったのかっていうふうにね、なんか、ちょっとこう考えちゃって、本気で考えたわけじゃないんでしょうけどもね、その方も、ある特定の宗教のことをね、ご存知じゃないわけじゃないんで。で、今までの手術の中で何回かあったらしいんですよ、輸血で揉めるっていうのが。でも結局、なんとかね、手術に必要な処置をさせてもらうことによって、いろいろあったけども、輸血ができないってことによって、なんかね、深刻なことにはなってないそうです。結局は、輸血をしたりね、なんでしょうね。これはあんまり言わないでくれって言ってましたけどね。ご家族が、一応輸血は、ダメなんですけど、でもそういうことでしたらみたいな感じで、割と寛容になってるみたいですね、その特定の宗教の方もね。でも、手術が終わって、ありがとう神様って言われた時は、大抵のご家族の方は、先生ありがとうございましたって言うらしいんですよ。で、頑張ってよかったと思うんだけども、その時ばかりは、いや、じゃあ、神様にやってもらったら、みたいにね、やっぱ思ったらしいですね。ヘトヘトになった、その、精神の果てに。だからといって、嫌悪感を抱いたわけではなくて、こういうことだったらいろんな方との、揉め事もなくならないだろうな、というふうに思ったらしいんですよ。ですんでね、神様と深くつながっているその宗教を信じている方っていうのが人間界ではいろんな揉め事を起こしているということでね、なんか考え方いろいろだなというふうに言われてましたね。今回は以上ですね。すいません、なんかちょっとした小話でございました。